ランデブンは GM が製造、ビュイックブランドで販売されていた自動車である。2001年春、2002年モデルとして発売。プラットフォームは第二世代 GMU プラットフォームをショートホイールベース化したものが使用された。ミニバン、高級乗用車、SUV を融合した車両とされ、三列シート7人乗りとなっているほか、乗り心地において、 同社の高級セダンパークアベニューをベンチマークとし、全グレードにおいてインディペンデントリアサスペンションが採用された。横置き V 型6気筒の3.4リットル LA1 型及び3.6リットル D7 型ガソリンエンジンが搭載され、4足オートマチックトランスミッションが組み合わされる。また、駆動方式は前輪駆動とバーサトラック式四輪駆動システムが選択できる。 2003年モデルのマイナーチェンジでフロントターンシグナルレンズがクリア化されたほか本革シートなどを採用した最上級グレードのウルトラが追加されたまたリアコンビランプのデザインにも小変更が施された2004年モデルからは当初4輪駆動モデルのみであったウルトラに全輪駆動モデルが追加されたまた最終モデルとなった2007年モデルには 四輪駆動が用意されず、全輪駆動のみがラインアップされた。2007年、北米向けの生産が終了。後継モデルはエンクレーブである。生産はメキシコのラモス・アリスペ組立工場において行われた。販売は、アキュラ MDX などのライバル車よりも安価であった、ため、好調に終わった。ランデブー、ランデブーは、待ち合わせ、会合という意味のフランス語である。 台湾向けは現在でも生産販売されている。ありがとうございます。